ハンク・マービンの芸名で知られる、ブライアン・ロブソーン・ランキンは、イギリス出身のロックギタリスト。1950年代から活動する、エレキギターバンド、シャドウズで、リードギタリストを担当する人物である。グループは、当初歌手クリフ、リチャードのバックバンドとして結成され、マービンによるエコーとビブラートを聴かせたクリーンなギターサウンドをトレードマークに、 シャドウズ単体でもインストゥルメンタルバンドとしてヒット曲を量産した。入滑するアポンタインの出身。芸名は少年時代に同名の友人たちと自分を区別するために自らつけたハンクとカントリーカシマービンレインウォーターから取った。少年時代はバンジョーとピアノをプレイしていたがバディホリーに影響されてギターを始めた。詳細はシャドウズも 三章16歳の時、友人のブルース・ウェルチと共に、ロンドンで開かれた音楽コンテストに参加するため、故郷を旅立つ。しかし1位は、オペラ歌手、2位は、ジャズバンド、そして3位に終わったレール・ローダーズは解散した。ロンドンに泊まったハンクとブルースは、音楽で身を立てることを受け継い、生活費を稼ぐために、ザニアイ。 エスコーヒーバーで演奏していたところ、クリフ・リチャード、リチャードのマネージャー、当時のジョニー・ホスターと出会う。ホスターはマービンに、リチャードのバックバンドドリフターズへの加入を依頼、マービンは、ウェルチと一緒に加入するならとの条件付きで開拓、リードギターを担当することになった。以降1950年代から数度のブランクを挟みながらも、現在まで、シャドウズの中心メンバーとして活躍中である。 作曲家としては、ドリフティン、ジェロニモ、スパイダージュースなどを単独で、またウェルチホカシャドウズのメンバーと共に、クリフ・リチャードのヒット曲のいくつかも書いた。シャドウズは2004年のファイナルツアーのために再結成されたが、それが成功したため2005年も引き続き、ヨーロッパツアーが観光された。シャドウズとしての活動のほか、ハンク・マービンはソロでも成功を収めている。彼は、 様々なスタイルの音楽を果敢にトライし、純粋なギターインストルメンタル、ボーカルナンバー、アコースティックギターだけの演奏、ギターオーケストレーションまで幅広い演奏を手掛けた。1970年のマービンウェルチ、マービン、ウェルチファーラーなどで、シャドウズとは全く異なったサウンドメイキングにチャレンジした。また、マービンはピアノも得意なだけあって、 シャドウズが初期に制作したアルバムで彼によるピアノプレイが聴ける1988年にはフランスのキーボーディストジャン・ミッシェル・ジャールのアルバムレボルーションズに収録されたロンドンキットに参加合わせて行われたデスティネーション・ドックランズコンサートにも客演した。ジャールはシャドウズの成功がジャール自身のインストゥルメンタルミュージシャンとしてのキャリアに 与えた多大な影響について言及している。ハンク・マービンのトレードマークは、ゴールドパーツをあしらった、フィエスタレットフィニッシュのフェンダーストラトキャスター。トレモロアームを装備した、このギターは、マービン自身、およびシャドウズのサウンドメイキングで重要な役割を果たしたのである。1959年、マービンとクリフ・リチャードは、リッキー・ネルソンのバックギタリストであったジェームズ・バートンが、 弾いていたギターに目を惹かれ、そのモデルを見つけるために、フェンダーのカタログを隅々までチェックし、カタログに収録されたラインナップの中で最も高価な、フィエスタレットボディー、ワンピースメープルネック、ゴールドパーツのストラトキャスターを発見した。リチャードは、マービンのためにそのギターを輸入経由で入手し、マービン自身は1959年から1961年までの間それを使用した。 マービンはステージでバーンズギターを使用するようになって以降もレコーディングにはフェンダーストラトキャスターを多用している。マービンの初期におけるギターサウンドはこのストラトキャスターとボックスアンプジョー・ブラウンから譲り受けたテープエコーマシンで作られている。マービンはその後ボックスブランドに移ったミジー・ビンソンのドラムエコーマシン、その他テープループエコーを経て ローランド301スペースエコー、ベリンガーディレイマシーンのようなデジタルエコーを使用するようになった。2009年、シャドウズデビュー50周年を記念して、カリフォルニアのカスタムショップが34,346ストラットキャスターを数量限定でリーシューした。バーンズロンドンからは、バーンズマービンとして知られているシグネチャーモデルが1964年にリリースされている。 2004年には、マービンのサイン入りで限定リッシューされ、同年から始まった、シャドウズファイナルツアーに合わせて大々的にプロモーションが実施された。ハンク・マービンは、イギリス本国において、トニー・アイ・オミ、ピーター・グリーン、ブライアン・メイ、マーク・ノッラーをはじめとする数多くのブリティッシュロック、ギタリストに影響を与えた。ヨーロッパ各国においても、シャドウズの存在や人気は高く、 とりわけ1960年代前半にはシャドウズを模範とするギターインストゥルメンタルバンドが各国から登場していた。ただし、アメリカではエドサリバン賞への出演経験もあったものの、アメリカ側のレコード会社の戦略で強引にサーフバンドのレッテルを付けられたこと、同時期に流星を極めたベンチャーズの存在があまりにも強すぎたこと等から今日に至るまで、マービン、 シャドウズともアメリカにおける知名度は低い。しかしながら、フランク・ザッパは自身のバンドのマザース・オブ・インベンジョンのデビューアルバムの構想の基盤にマービンからの強い影響を受けていたことを認めている数少ないアメリカ人ギタリストの一人である。一方カナダにおいては、クリフ・リチャードザ・シャドウズとして1961年から1965年にかけて 数曲のトップ10ヒットを放ち、成功を収めた。ランディバックマンやニール・ヤングはマービンから影響を受けギタリストを志したと口にしている。さらに、サンタナを率いるカルロス・サンタナのニックネームアパッチは、彼が若かりし、頃から繰り返し演奏した曲タイトル、アパッチから拝借したそうである。編集中、ありがとうございます。